後から気が入らない。長友が言ったのに、グランドセイリーだ。別な意味でこの相馬の馬追が相馬市において挙行されますことに多くの市民が夢と希望を寄せておりました。そのような際にいつもの凛々しいお姿で正々堂々のご祝陣を果たされますことを心からお喜びを申し上げます。また本席には大殿にもご臨席をいただいております。ありがたいことでございます。言うまでもなく本年の大震災により我々の地方は誠に大きな被害を被りました。しかしながら市民あるいは相馬地方の旧領民が心を合わせて今後の復興に向かっていこうとしております。そのような際特に大殿の強いご希望により本年の野馬追も絶やすことなくしっかりと地域住民の夢と希望を乗せて挙行するようにという温かいお言葉を賜りました。心から感謝を申し上げますとともに今後の相馬地方相馬市のみならずかつて相馬藩がその全盛を敷いた相馬地方全体の復旧復興に向かってこれからも皆様方のご支援を賜りますようお願いを申し上げるところでございます。続きまして相馬の馬追執行委員長挨拶。総大将殿並びに相馬妙見中村神社に偶する宇田郷騎馬隊の出陣にあたり一言挨拶申し上げる。まず冒頭に去る3月11日に発生した東日本大震災並びに東京電力福島第一原子力発電所事故により犠牲となられた方々また被災され避難生活を余儀なくされている方々に心よりお悔やみとお見舞いを申し上げるとともに本年の相馬の馬追が希望を縮小しながらも犠牲となられた方々の鎮魂を願いさらには曹操地方の振興の復興のシンボルとして開催できることに対しご尽力された関係者の皆様に深く感謝を申し上げます。執行委員会としては準備万端、愛整え、到着を待つばかりとなっていることをまずもって報告する。本年は
相馬家の祖平の将門公が下総の国は小金ヶ原に野間を多い魚を練ったと言われてから1074年を迎えている。このような歴史を数えることができるのも相馬中村藩歴代藩士の領民への思いやりと、これに応える領民の国づくり産業振興にかけた勤労の賜物に他ならない。我ら相馬武士はこの歴史の重みをかみしめ、地にあって乱を忘れまいとした祖先に恥じない立派な野馬追を出航しなければならない。終わりにあたり、相馬妙見中村神社のご加護のもと、総大将殿、騎馬隊、並びに、土踏み閣議の堂々たる進軍と、かっかくたる武勲を立てられ、無事、凱旋されることを願い、挨拶とする。平成23年7月23日、相馬の舞執行委員長、南相馬市長、桜井勝信、以上。反対の運動を取る。これより北郷陣屋に向かって、無事の凱旋を願って、乾杯とす。乾杯。はい、はい。だんだん酔っ払ってきちゃうな。それは北郷くんじゃ泉川です。あ、どうも。戻れ！
来。向こうでね、あの中村神社の、はい、あ、そうでしたか、よかったでしょ、ねえ、また会えた、この間どうもありがとうございました。このうちは菊池っていう字で16枚肉の旗にね、もしこの自分で染めた旗をさせてもらって、うん、この旗をひらめかしてこいつの前に出る人の見たら自分でも心からもこうも燃え上がるようなほの思い、ただ今日は本当にこの中の方では寂しい思いだけど、うん、だから自分のうちの前にこの旗を立てて旗を見かせて、そうね、
気分を、もう自分の気分を持ち上げて盛り上げねえと、うん、寂しい。え、何の旗？あのね、これの持ち主が、あの津波で何人か流されてるのね。4人流されてるの？4人流されてるの。そうです。で、その野馬追の道具全部流されて、預けてたこれだけ残ってる。普通だったら町中がこういう旗の飾ってるはず。はず。そうですよ。お宝なんかもね、全部全部。え、でもなんでつけてないんだろう。まあ、通らないから。通らなくてもつければって感じ。そこまで気が回らない。みんな手が回らない、気が回らない。余裕がね。余裕がない。祭りの感じがしないもんね、全然。だってお高の人だっていっぱいまだね、あの避難所にいるし、体育館小学校にいるし、やまだ避難なんだ仮設に入れない人だってまだいっぱいいますもん ね。津波の被害に遭ってあの避難してるんだけど、野馬追開催するっていうんで、もう一回旗作ってくださいって7月ぐらいになってからね、あのいらっしゃったお客さんがいました。何枚作ったろうね、その後7月入ってから3枚ぐらいかな、うん、はい、出れてよかったなと、野馬追祭りができてよかったなって本当に思いました。それを待ってる人たちもいっぱいいたし、名前言ったらどうせ言ったって親戚 でもここから離れている人も野馬追って言ったらここにみんな戻ってくから、これぐらいここにはこの野馬追の伝統のものをはこう忘れらんねて、本当にここの相馬の人って合同愛絆、一番絆だ。名前欠かせないんですね、これがね、やっぱり。だからこういう 数したら、一年のうちに人のお盆、人うちに帰ってきて、あの集まるっていうのはお正月かお盆かっていうことになると、野馬追って言うとお祭りだと、みんなやっぱりあの一応はみんなこの野馬追にかけてあの戻ってくるから。でも悔しいですよ、腹待ちで馬一頭も歩いてないんだからね。馬の一頭もいない23、24の腹待ちってありえないなって。やっぱり競馬ないんだよ、阪神競争打線も。甲冑競馬、あの宵乗り競馬がないでしょ、昨日、うん、昨日やるわけなの、この宵乗り競馬がない。そして今日は出れば、あの甲冑競馬、鎧北競馬がない、あとはあの新規争奪戦がない、うん、ない。そう、あとこの町の行列もない。何もないから、来る仕事がないから馬がいないと。そういうことなんだよね、うん。市内の3355から、馬に乗ってね、目的地、ひばりヶ原向かうんですけどね。あるいはその集結地点、集合地点に向かうんだけど。やっぱ行列見ててもさ、はい、自分の関係してるところで見るっていうのは大事だよね。家の前馬通っていくっていうのがやっぱり、だからね、ここのところにと、うん、ここ馬トコ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 歩いてくるパカ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 落として、そうすると本当にこの出場する人には必ず「あ、ご苦労さん」っつって「おめでとうさん」っつってこの見送るわけよ。そうするとこの雰囲気がこの朝パカ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 していくから、そうするとあのこれを見てこう、あ、若い人たちだと手綱の緩み具合だなんだのもやっぱり見てて、女の時はさっと行って手綱の締め具合見て押さえて締めてくって、こんなのは当然の仕事で見てるものをやってっから、こういう気持ちは今年は味わえる。テプコも何も言ってない、応援とかのメッセージでもない。テプコって東電とか。東電とかですわな、うんうん。早くこの6号線つないでここ原町まで来てくれるようになればなおい。東京からね。うん、仙台経由は勘弁してほしい。うん、あのいわゆるこの鉄道通んなくたっていいから、このメインの道路を一本つながってくれりゃ。
あ、どれぐらい作ってほしいって感じだよね、いつも車でしょ、うんうん、道路一本で全然違うからね、うん、少しあの落ち着いてくれりゃ、うん、世の中っていうかあっちさえ落ち着けばこっちの気持ちも落ち着くから、うん、上と下の差がありすぎて下の人は一生懸命仕事してでも、うん、上の人たちの命令系統だけがちゃんとしてるようでも下の仕事のひどいとこは分かんねえから、あと総理大臣も一緒にここ入れる、うん、そうすると全部食うから、うん、役にみんな吹くから包丁も全部双葉に出先持ってきてもらえばいいんだ、で安全だって原発を東京湾につけるんだ、そう来年のやつなんだけど候補は記事注文して少しずつでも手に入るだけ東京湾に来なんだって反対はないの本当の絹日本の国産の絹それは来年のため国も文化財指定している文化庁もね、こういう状況の中でどうその歴史を継承していくのかと、やっぱり1014年引き継いできた我々の先人が一生懸命引き継いできたこのことはやっぱり絶やすべきじゃないと、歴史はやっぱり継承してこれからの子供たちにやっぱり夢を与えようじゃないかと、その思いの方がやっぱり強かったということだな。しかし10キロ圏内に住んでいるシネハン号の侍もいるわけですよ、うん、一番近い人で3キロぐらい、うん、原発からね、そういう人たちはね本当にかわいそうですよ、私昨日はその相馬まで行ってたんです、お葬式もあったもんですからね、毎日のようにお葬式なんですよ、毎日のように牧田昌磨君って言うんです、学校まっすぐ帰れば助かったんだろうけどね、寄っちゃったんだ、角病地の方に向かったんだね、あそれで流されちゃった、2日の日に深海家と牧田家と合同でやるんですけどね、19歳で亡くなったんです、うん、そのために遠洋の会というね、縁は日陰の縁です、実にこの物悲しい響きをする会の例なんですがね、どこの号もそれはやらないはずです、で明日は小高号はそれから始まります、がお父さんです、秋田お父さん、この人が息子さんの駅へを抱いて明日出席します、剣道やってるんですよ、この剣道の先輩が卒業生でね、3年生 で卒業式終わってではなあなってコーヒー飲みをしてさよならした途端に持ってかれたね、ああだから避難してね半月ぐらいうちの孫もね口きかなってこうして、であのノートの最後のページの頃でね、俺はお前の分まで生きてやろうなんて書いてあるんだな、私の名前で国に特別立ち入りの許可をもらいましてね、騎馬会の開園を2日間に分けて全部入れました、中で神社も一時立ち入りを3日間連続に入りましてね、業者さんを運送屋さんを頼んでね、あの神社の神事の道具をね持ち出しました、野馬追やっぱりやれるという喜びをね、それからこの4ヶ月半ぶりにね、このそういう仲間ですから集まることを楽しみにしてね、遠くからこれ来る人もいますね、3頭のうちね真っ白い馬よし糸を持ってきて神殿に奉納するつもりです、今までの1070年過ぎた野馬追、それを継承してきた先人の偉大さといいますかね、それに感謝をしながらさらにこれからの1000年に向けてね大きく
この歴史の1ページを開こうということが私の目的ですから。こんなに長い歴史のある伝統文化、そして侍精神というか、特に今回の震災、原発の悲しい悲しい事故から、皆さんが奮起してこうした催し物で皆様の心を明るくし、癒し、そして元気を取り戻し、これがですね心の支えとなって、そして生きる勇気、戦う力、未来を、にこうして飛び交うっていう非常に素晴らしい、催し物だったと思います。